荒木さやかは、日本のファッションモデル、DJ、実業家。身長156センチ、血液型 A 型。福井県出身、小悪魔上げ橋氏の元モデル。後同士の姉妹氏、姉上げ派へ移行。月間構えの別冊時代から、小悪魔上げ派の紙面に登場し、キャバクラ城として、夜の仕事に従事しながら2006年より、同志の専属モデルとなる。以後、 2011年に至るまでおよそ5年間にわたって第一線で使命を盛り上げ、やがて同志を卒業。そうした活動と並行させつつ指導させた社長業及び DJ としての活動も広く注目の的となってきた。2018年3月、自身のインスタグラムで2016年に結婚、離婚をしていたことを発表した。高校までを福井で過ごし、 状況の後にネイル及びメイク関係の専門学校を卒業。19歳でキャバクラ嬢となった。新宿歌舞伎町のフォーセンスというキャバクラに在籍していた当時、ファッション雑誌、小悪魔アゲハの編集部から撮影依頼を受けたことをきっかけにファッションモデルの活動を開始。2005年のことであった。翌2006年発売の小悪魔アゲハボリューム2で、 小悪魔揚げ派に初登場、そして月刊下2号目に当たる同年12月号で発表し専属モデルとなる、同年 R という六本木のキャバクラ店に移籍し、愛原理よなのなで活動。それから2008年に至るまで同店に勤務し、やがて同店からの退去とともに、キャバクラ家業を引退。この夜食からの卒業の模様は、同年10月発売の、 小悪魔上げ橋11月号で特集の題材となるに至った。ファッションブランド GRS を発起した2009年には d j ラッキーの名で DJ 活動を開始し CD を発売。さらには株式会社 GRS を運営主体とするガールズファクトリー DOT という名のブランドビルを渋谷に開業することにもなった。このガールズファクトリー DOT は 自身のプロデュースによるサロンやセレクトショップを入居させた3階建てのビルで、以後、株式会社 GRS の代表取締役として、その運営に自ら携わっていく社長としての活躍の様子が注目の的とされるようにもなった。2009年に発売された、プレイステーション3用ゲームソフト、リュウガゴトク3にキャバクラ条約で出演。続編のリュウガゴトク4では、 キャバクラ条約オーディションの特別審査員を高橋ジョージと共に担った。この年には、武藤静香と並んでの自身初のミュージックビデオ、出演やランウェイイベント、渋谷ガールズコレクションへのゲスト出場、A、ラッキー、スタイルと題した、フォトエッセイの発売などもあった。2011年になると、2月発売の、小悪魔上げ橋3月号にて同志を卒業、姉妹誌にあたる、 お姉さんあげ派に移籍した。この年には10月の暮れに発売された若旦那の楽曲のミュージックビデオに、広狭い、根本弥生、小泉あずさ、斎藤夏美、峯村ゆい、及び役は里美と,という6名のモデルらと共に出演するなどもしている。東京新宿、歌舞伎町19歳から23歳までのおよそ4年間を通して、東京、新宿歌舞伎町と六本木とを舞台に、 夜の仕事に従事した。初の勤務は、歌舞伎町の店で、リコの源氏名を持った。時は金融バブルと言われた時代の後期にあたり、単価で数十万円、締め費になると100万円台を落としていく、金融業者が客の大半を占め、そうした中で入店から2から3ヶ月で、売上上位陣に名を連ねるようになり、最終的にはナンバー2まで上昇したという。 フル出勤の継続から来る疲れや遊びへの欲求などから新宿の店を退去。それから半年を経た20歳の秋に新宿へ戻り別の店へ。そこで現時名を改めし、愛原領などの名を持つに至る。入店から2ヶ月でナンバーワンとなり、それから21歳の春まで同店に勤務。秋の六本木、R 開店と共に同店の看板を背負う存在となり、 以後2年間にわたって同店に勤務することとなった。その経歴を通して営業や、いわゆるアフターへは着手しなかったという、R を最後に23歳で引退。同時期発売の小悪魔マーベル市場では、さよなら R さやか、夜上がります。昼職人生、いざ勝負、と題しての特集が組まれた。2013年には恋人の存在を、 姉上橋上で公表、遠距離恋愛関係にあった大阪在住の、その男性との結婚の意向をほのめかしてもいたものの、出会いから5.6年目を迎えた2014年に、交際関係解消の旨を報告するに至っている。2014年には、チャームポイントとされていた八重を、強律美容師科で治療。八重抜いちゃいました。今年29歳。30になる前に抜こうと決めていたの。 この刃を愛してくれてた皆様ごめんなさい。これからは自信を持ってたくさん笑顔をお届けしますと自身のブログで報告している。寝る前に腹筋背筋200回することもある。DJ、ラッキーハウスミックスボリューム1ローリンヒルやワイクリフジョン、エイミー・ワインハウスなどの楽曲を収録。中でも自身のオリジナル楽曲、テイク、A ステップはクラブ系。 客歌専門のレコチョククラブ歌にて2009年3月25日にデイリーランキング1位となったキッスユーキス ME ハーティミックス自身の手によるノンストップミックス CD ありがとうございます